どうも、こんにちは、なつでございます。仮面ライダーコラボ来るまでね、ちょっとネタがないんで、クエストダンジョンの14でもやってみようかなと思います。11やってないですね。そういや、全属性必須らしいんで知りません。さあ14、そもそも勝てるんでしょうか。14挑むのは初めてですかね。前回も多分挑んでないので。15とはちょっとピーポーピーポー長いな。よし、行きましょう。黄色いぞ、なんかパイモンだぞ。え、このパイモンっていやらしいやつ、もしかして。あれ違った。とりあえず変身します。目覚め上書きしちゃいます。で、お前からで、くぐり姫からのモリモリモリリンからのこれからのこれ使いすぎ、スキル使いすぎですか。お前らのターン長すぎんってパイモンも思っちゃうよね。これで沈むんだったら希望あります。14勝てるかもしれません。いや、硬いよ、すごい硬いよ。毎回2番ぐらいの気持ちかな。あ、よかったですね。それね、これがない状態でやられたら積んでました。ノーチラスのこの陣がある時にやられてよかったです。普通のノーチラスの変換はね、チャキチャキとか言ってロックに引っかかっちゃうんで、今でよかったね。さあ、さっきの感じなら倒せるはず。落ち込む入りました、ありがとうございます。なるほどね、これはあれかな、超重力が悪いことして、なんかさ、待て、ルーレットしてきそうじゃない。大丈夫、お邪魔してこない。なんか無効貫通だな。もしかして相性いい感じ。光目覚めもね、ノーチラスが変換できるんでいいんすよ。ただお邪魔がやばい。水にできればできません。ちょ待って、お邪魔耐性、そうだ、ないんだった。この場でお邪魔耐性ないんだったわ。死にそうですが、我々大丈夫でしょうか。これお邪魔消して回復出して、そんなことしたら負けますね。これお邪魔耐性必須、必須か。でも15秒あるらしいよ、まだあるよ。とりあえず上で列組んどいて、一旦ちょっと向こう側諦めます。で、回復出します。回復出すで勘弁してください。お邪魔あったら発狂とかだったらもうごめんなさい、無理っす。あ、でもさっきも降ってきてたかな。一応コメットボムは食らっちゃうんですよね。これ一生コメットボム食らっちゃうからさ、食らっちゃうからさ、まずいのでは。今回無効感も狙えそうだから狙ってみるけど、回復は案外追いつきそうだったので1コンボで許してください。1個邪魔、捨てよ、捨てれんかったわ。ご親切にお邪魔に鍵かかってますわ。光にもかかりましたわ。半減する、つまり実質等倍。あ、光ドロップが変化できなくなりました。これは相当まずいよ。あ、これは相当まずいよ。円波だけしといて、とりあえずノーチラスで出すしかないと、そういうことですね。無効感分は無理だと思うよ。耐えるだけでも結局変換できないっていう。ロック解除とあれします。とりあえず軽減分のね。まあ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 、事態はいい方向には向いている。まあ意味がなかったターンではないな。 OK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 、 さっさとこの子倒しちゃいましょう。待って、ルーレットの位置が嫌すぎる。
どこで組んでもこれさ、繋がっちゃったがありえるじゃん。ノッチ、ちょっとそれ位置良くないよ。なんとか組めたけど、まあ、お邪魔は捨てればいいとして、ルーレットに。絶対にお邪魔耐性欲しい、ここ。目覚め耐性も、なんなら。デュエルだ。また無効化だ。相性いいんじゃない、やっぱ。まずいって。え、死んだ。死にました。積んでしまいました。それはね、どうしようもないんすよ。そのギミックだけは。マジっすか。マジっすか。もうどうしようもないっすね。カチャカチャでしょ。うん、カチャカチャだもんね。お疲れ。さあ、作戦会議。とりあえず、お前かなんかにお邪魔、あれをつけたい。目覚め体制を。それでどうにかなる。これつけちゃったからなんか消しにくいよね。木を作りながら覚醒無効解除できる枠がいいと思われます。衝撃の事実が判明しました。こいつぐらいしかいないみたいです。やばくない？さすがにじゃない？入れてみる？Q ターン。よく来るのか、ここでまさかの。ちょっとおもろいから試してみるわ。ヨグで勝ったら褒めて。お邪魔耐性つけて。で、こうスキブにするわけですけど、素直ですね。とはいえ、お邪魔生成は受けちゃうんだよな。それがな、嫌だよな。さあ、また、こっちのターン長すぎ現象始まります。ここでヨグ使ってから、あそこまで。え、溜まり直すのかな？のんびりしよっか。さすがにヘイスト2回入るからいける？ヨグ、ククリ、マリ、ノチ、からの、ノチ。今回はちょっと、ハリンで行ってみたいと思います。変わるかな、ダメージ量。変わってないパリンしようがしまいがね、きっと限界なんだろうなそれぐらいが火力の。もうなんか下にめっちゃあるよ。一回はね、凄まじくスムーズなんですよね。アストレアちゃんがちょっとまずいんですよね、やってることが。やってることがね、一発で水にできればだいぶ快適。お邪魔受けなくなるでしょ。これだいぶでかいと思うんですよ。こんだけだから、まあ、次の爆弾受けちゃうんですけど、ここもさ、お邪魔耐性あったら全然辛くないんじゃねえの説あるよね。説じゃないよね、もはや。そりゃそうだろっていう。むしろあなたのパーティーなんでお邪魔受けるんですかっていう。それはね、チョッパーがいないからだよ。ああ、盤面素晴らしくいい。水にならないんだよな、なぜか。うまいこと。でラファエルが減った分の回復力どうなったかですね。あとはちょっと怖いっすよ。彼のこと散々言ってきましたけど、回復にはやっぱ貢献してくれてたんでね。ちょっと怖いところはありますよ。低い低い低い。大丈夫な？まだくぐり姫の軽減も働いてないよ。耐えちゃう。何するんだっけ？ああ、それか。からの？あ、死にます。ね、お邪魔耐性つけよう。絶対それだわ。爆弾の処理が絶対これ悪さしてます。ここ2番でヨグに2番で稼いで、これ L 字も稼げるんで、つまりこの枠も余裕ができる。
ちょっとスキブ削りすぎたかもしれません。溜まってます。まあ大丈夫そうっすね。これなら一応 20% で食らいますけど、マシになったのではと。うわたまんねえたまんねえ、マジかよ。ノーチラスが変身してない無効感でどんだけ減るか。あ、いけそうですね。全然いけそうですね。むしろ次にノーチラスが残るのこれ熱いんじゃねっていう説があるよ。その説しかないよ。ほらノーチラス君もやる気です。めっちゃ器用い。でどうしよう、2回目の、そうだな、そうだなそうだな、2回目の爆弾生成に合わせてノーチラスの陣を使う。ここはルーレットとあれで頑張る。木もたくさんあるし、よし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 。なんならこの作戦がもっと早く思いついていればよかったんでは。でどうにかね、一発であそこに持っていきたいんですよ。水に無理なんすかね、どうなんすかね、無理っすかね。持っていける。もう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 、ならノーチラス温存しよう。いいのかなそれで。あー結局でもそれが来るから使うか。 OK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 、 いいよ、全然いい。さすがに回復も間に合うっしょ。 OK。 あれ次死ぬんだっけ。ただロック解除しないとまずいっすね、これまずいっすね。今 LG 入れとくべきでしたね。やらかしマウンテン、これはやらかしマウンテンポイントあるよ。ここ何だっけ、危な、軽減貼る。死にそうなんですけど、リョグ使っていい、さすがにやばい。でも盤面ロックちゃんじゃん。そうだよ、このために持ってきたんだよ。これね HP 全回復するんすよ。やばいっすよね。やることはやってくれますヨグ。じゃあ L 字も組みたいわけだ。でも火で組めばいいわけだ。とりあえずこうしてきゃいいわけだ。いいよ、火で多分耐えちゃうのがこれ怖いけど、いいよ。あ素晴らしい、素晴らしいけどこれ倒せんのか。あノーチラスを使ってなかったのか今。天才、逆に天才今の。ただ僕は忘れただけなんですけど、ノーチラスを使うの。さっきノーチラスを使ってなかったことによって木で耐えさせることにたまたま今成功していて、こっからワンパンできるみたいな可能性が、ワンパンっていうかツーパンあるんじゃないの。落ち込まないけどもなかったです。天からの贈り物。あ全然 OK すごい何回も行動してきてやばいやばいと思ったけど、それだけなら全然 OK よ。なんなら十字組みたいぐらいよ。34秒だよ。結局十字は削ってないんで、十字組みましょう。もう一個プリーズ。Thank you。ちょっと降ってきちゃうけどね。全回復もしてないけどね。ちょっとまずいかもね。でもさ、硬いもんはしゃあないんだって。硬いんだもん。なんか天使がいっぱい。殴ってこないでよ。また無効化じゃん。無効化ダンジョン。お邪魔じゃん、また。同じギミックめっちゃ擦りますね。これね、しゃあないっすもん。受け入れるしかないっす。超暗闇は。これで組めてるはずなんだ、僕の頭の中では。どうです、組めてるんですね。さすがにね、これぐらいはできないとね。え、水とは思えないんだけど、硬さが。
どういうこと？水ロックはまあいいよ。まあまあ大した問題じゃないまではいかないけど、回復間に合うかな。まあギリギリ間に合ってる。3番なんですよね、硬すぎて。バインドなんですよね、怖いっすよね。やばくない？え、これお邪魔付きで落ちてくるってこと？5ターンの間お邪魔ドロップがロック状態で落ちてくるのはさ、お邪魔が落ちてくる上にロックだよっていうあれなのか、あのさっきまでやってた目覚めがそこにロックがつくよってだけなのか、どっちなんだ。場合によってはだるいぞ。さあどうなの？降ってこないのね。よし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 、いけるんじゃない？あと2回もあるけど。あ、君か。君は癒しだ。しかも水だ。癒しでしかない。でももし次のフロアで負けて挑み直す場合、ここになんか知らない何かが出てくる可能性があると。そういうことだよね。こいつって確定じゃないんだもんね、きっと。どっかのフロアでこんにちは枠だもんね。まあ、とりあえず君に負ける気はないというか、負けるはずないと思ってるんで、こっちも倒させてもらうよ。ガブ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 。あぶな。え、そんな強かったっけ。待って、先生あったらまずいかもしれん、まずいかもしれん。回復力問題発生中。誰だ、ユリーシャ。ユリーシャってなんかさ、行動ターンがさ、行動ターンがさじゃなかった？ええ。プライム消すことができなくなりました。アシストでやってるんだね。無理だよこれ、だって相手後半火だもん。無理っすごめん、これは無理。やってはみるけどきっと無理。無理者、無理者です。これ見とってね。無効感一発入れますよ。まずそもそもの火力がね足りてないんすよね。これでグラビティじゃない？グラビティ必須じゃない？え？いけそうだったのに。ここまでだからサノスとかつけんのダメなんでしょ、アシスト剥がされるから。素でグラビティとか属性変化を持ってるキャラクター持っていかないと無理なわけだ。用具ではない気がしてきたな活躍の場はあったけど、属性変化もね、無効感持っててこいつぐらいっすね。しかも一旦だ、しかもこれしかできねえや積んだやん、根本的な相性で積んだやん。ユリシャじゃなかったらあったやろ。あれがね、せめて副属性火じゃなきゃワンチャンあったね。多分だけど、火になった時に水にして倍入るとしてもちょっと厳しいんじゃないかな。で今回に関しては遅延耐性いらないんで、ここも、まあ、上限解放とかにしてよかったわけですよ、まあ、出るか知らんけど、そもそも21億以上ね。いや待て、ワンチャンあるか。ゴンさんを火になった時に撃てばワンチャンあるのか。ある気がしてきたな。そうか、その手があったぞ。あれ無効化してた、ユリシャって。してないんだったらワンチャンあるな。ちょっと考えてみましょうか。さてゴンさん入れてやってみたいと思います。学生無効もなかったんでね、パッと見もう火力に特化させてきました。ユリシャが削れればいいだろうと。なんならユリシャってさ、ゴンさん2回打ち込める？もしかしてそんな嬉しいお話ある？コードターン変わっちゃうかな。ゴンさんってさ5ターンじゃん確か、使えなくなるの。ユリシャって6ターンぐらいだった気がするんだよね、行動ターンが。もしや2回打ち込めるのではっていうのを頭の中で思ったんですけど、実際どうなのかな。まあ、あとは見てない5階のフロアに誰がいるかですね。
それが一番大事かもしんない。デブちゃんが乱入してきたんでね、まあそこでデブちゃんが出てくれることに越したことはないんですが、早い、登場が早い。え、待って、大丈夫これ。アストレアを潰してきたと。まあまあありがたいっちゃありがたいんだけど、怖いのは軽減を貼れていないこと。ふくり姫が機能していない。ゴンさんも変身していない。まあ、ゴンさん変身させようと思えば変身できますが、そもそもこいつのダメージ受けれんのかなっていう話です。ガブ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 、ほらね、そんな気がしたんだよ。はい、突破していく。デブちゃんここダメよ、ここはダメよ。アストリア確かに厄介ですけど、ここはダメです。もう大丈夫、大丈夫だね。焦り申した。オッケーオッケーオッケー、順調。なんか全然減らんかったんだけど、まずい、良くない状況です。ここマリっとくわ。回復力不安、さすがにでしょ。なんで耐えたの今、むしろなんか妥協しました我々。オーゲー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 。で、竜？竜ですか？デブです。この子メタリックすぎてデブとも言いにくいんだよな。なんて言えばいいんだろう。りっちゃん。りっちゃんはおかしいか？ふくり姫があるんで大丈夫なはずです。さっき25万ぐらい受けた？危な、大丈夫なはずですじゃないよ。大丈夫なはずですなんていうラインではないよこれ。なんとか耐えれますだよ。でここでこの子消化しちゃったってことは、5階の方と初対面、誰なんでしょうか。ここガブちゃんね。いや盤面割る、水の目覚めか。いらねえ水の目覚め、すごいいらない。これさ、ドロキョウ死毒？特に意味ないんだけど、ドロキョウ死毒？しとっか。ロック解除できるから、ルーレットも出しやすいやろ。耐えそう。さすがに耐えそう。本当に水の目覚めいらない。え、いけるんかい？誰？そして。うーわ！えぐい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 。お前無効化、無効化だったじゃんこのダンジョン。急に裏切りになってまずいぞ。火をたくさん出しておけ、むしろ。やば、見るからにやばい。このゲーム長くやってればやってるほどやばいって思うよねこのキャラクター。このビシュヌがどうかは知りませんけど、闘技場3とか2にいるビシュヌを考えた人は間違いなく性格悪いんですよ。これはみんな同意してくれるはず。てかさ、せめてさ、待って待って待って、やらかしたかもしれん。せめてゴンさんさ、変身させとくべきだったじゃん。何やってんの？もう最終形態でおるつもりだったわ。これやらかしマウンテンってやつもしかして。そんな気がしてきたよ。まずい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 。これ最終形態ならスキル使っても次で溜まるよねっていう、その考えだったんですけど、全然最終形態ではありませんでした。どうしましょう。どうしましょう。でもビシュヌが耐えてもまずいと思います。どうしましょう。一旦どんなもんかね。絶対にワンパンした方がいいんだけど、ちょっと耐えてくれてもいいかなって思い始めちゃっている。あ、全然耐えます。マリちゃん間に合う？間に合うか。多分この吸収消えるターンに発狂だよね。じゃあなんとかゴンさんは帰ってくると。よかった。まあまあユリシャを半分削れれば問題ないっちゅうことやんな。つまりはまあ正直その2発撃つ作戦もユリシャの行動ターンが変わるっていうねリスクがありましたから、いや変わんなかったらただのバカなんですけど、知らんもんで、ユリシャの AI なんて知らんもんで。
え、待って、その光消えたのすんげえもったいない。やばそうじゃね？大丈夫なんこれ。回復だからなんとか間に合うみたいなとこあるけど。なんか耐える気がするんだけど、大丈夫これ。ちょっと甘っちょろくない？さすがにか。なるほどですね。ただ延長あるわけだ。でかいぞこの延長は。半分削ろう頑張って。いきます。さあ頑張りますよ。ノッチーからのゴンさん使って、このターン暗闇降ってこないから欲張ろうね。いや切ったね、お邪魔切ったね。どうなん、どんなもん減るん？いや微妙、すげえ微妙。あ、間に合うんじゃない？まだ6じゃん。7じゃんこの子。打ってみたのコーナー、ちょっと間に合うか怪しいんで、暗闇もあるし打ってみたいと思います。これで行動ターンが変化したとか言ってきたらさよなら。でも兆候ないからね。頼む。そうか 40% か。私はとんでもない勘違いをしていたようです。 50% かと思ってました。それはサノスだねえ。ここに来て勘違いしないでよ。もうエンハも使えないんだよ。やらかしてんな。逆にこれ 50% 以下で行動ターンが変わるだったら得してるみたいな、ないないだろうな。これでまず行動が変わんないのが大事。あ、なんかすげえ減った。思ったより減った。いけるんちゃうか。ちゃう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 。ノーチラス使う。でこのノーチラスのエンハって何倍なんだ。いや意味ねえわ。ゴンさんエンハ入るわ。気持ちくぐり姫使っといて、マリちゃんも使って、でゴンさん打ち込んで耐えたら削ろう頑張って、おやすみ。いける？いける？プオーン！つまり勝ったな。危なかった。わしの変な勘違いで。無駄にするとこじゃった。2回も勘違いをした。この男。この動画だけで。ボンさんなぜか最終形態と思ってるやつと、50% と思ってるやつ。オーケー。達成感はありますね。いやー、かなり遠回りでしたが、なんとかクリアしました。ありがとう。14個。全く関係ありませんが、これを引いて終わりましょう。ミリアちゃんが出なかったらもう残念ということで。25% でしょ。出ます。頑張ったからな。報われていいはず。この子あんま持ってないんだよね。あ、悪くないじゃん。悪くないけど3はいらんじゃん絶対。残念。期間2に期待しましょう。以上ナッツでございました。バイバイ。